皆さんこんにちは。 はい。まず最初なんですけど、まあ、画期的な SEO で成功しているサイト分析法ということで、えー、お話をしていきたいと思うんですけど、まず、これ去年もお話ししたので、去年出てらっしゃる方は聞いたよって思われるかもしれませんけど、こちらの話ですね。チャット GPT っていうのが2022年の11月30日に出て、その1ヶ月後に Google はコードレッド宣言っていうのを、えー、社内の人に向けて発表しました。で、これはチャット GPT が出たことによって、えー、やばいことになってきたから、我々もね、あの、このチャット GPT に対抗するような対応型 生成 AI を出さないとですね自分たちの会社がやばいということで皆さんマジでお願いしますというようなことがまあ多分創業以来初めて出ましたと2008年ですねに創業しましてですね初めて出たというですね非常に大きいニュースがあったわけなんですけどじゃあこれから一年半ぐらい経ってどうなったのかっていう話なんですがこれ最近の最新のですねデータが出てるんですけどこちらなんですがあこれあの実はナイルさんっていうとこが毎年8月に発表していて毎年僕は同じ会社さんの アンケートで定点観をしているのでよくわかるんですけど、これ見るとですね、なんとですね、皆さん衝撃の事実なんですけど、ここらに並んでいる SNS って言われているものが、軒並み全部マイナスになりました。つまり今まではよく言,言ってる先生がいましたよね。あの、g l e 時代は終わったよと。これからタグる時代やという先生がいるんだけど、僕はそんな時代は来ないよと。なんでかっていうと SNS のユーザー数も増えないからっていうことを、え去年も今年ぐらいも多分話をしてたと思うんですけど、え見事にね、減りました。で、増えたのは YouTube だけが若干男性で増えましたけど、それ以外軒並み減って、 で、yahoo も減っていて増えたのは google と bing です。bing はマイクロソフトの検索エンジンですえ。なんで bing が伸びたかっていうと、チャット gpt を搭載した検索エンジンに生まれ変わったからですえ、これによって復活をしてきています。で、チャット gpt も若干ですが、まだ0.7%ですけど、なぜかですね。男性よりも女性の方がですね。割合が若干高いという感じになっています。もしかしたら検索するって。行為は実は結構難しいので、女性の方が文章でこれこれ教えてみたいな感じでチャット。 聞いた方が便利っていうことなのかもしれませんということでですね結局僕がずっと言ってきてるようになんだかんだ言って新しい人に見つけてもらうってものは Google 対策をしましょうって話なんですもうこれはもうここインターネットが始まって20年ぐらいずっと変わらずえー、なんだかんだ言って Google 対策が一番大事だだから今日のメインであります SEO 対策しなきゃいけないねって話でも去年まではそれでも SNS の検索する人が増えてきているのでそこでの対策を指摘は見つけてもらうことはできるよっていう話もいたしましたしえ最近ではショート動画 出てきましてショート動画検索しなくてもおすすめこうやって流れて出てくるからそこに出る対策しましょうねって話とかえ発見タブという、まあ、あの次回話しますけどそういう対策しましょうねっていうこととかは言いましたけどでも圧倒的にボリューム的に大きいのはなんだかんだ言って検索なのでここをですねやっぱり狙っていきましょうねっていうのが一つあったわけですえそんな中で Google はじゃこの1年半の間に何をしたかっていうことのちょっと前半だけを今からお話しますで後半はこの講座の最後の方でまた話をしたいと思うんですけどまずこれねぜひ皆さん覚えてお ってほしいことがあるんですけどこれヤフーとかマイクロソフトのビングとかっていうものはですね検索エンジンとしてもちろんある会社ですけどハッシュタグをつけた場合とつけない場合は検索結果は同じですシャープをつけようがつけまいが検索結果は同じものが出るようになっているんですけどところが Google は違います Google はハッシュタグをつけた場合とつけない場合で検索結果は全然違いますで、ハッシュタグをつけた場合はソーシャルメディアで投稿されている写真が出るようになりますなのでこれはあの出るようになったの まだこの1年ぐらいですなので、Google でもう、あの、さっきでインスタとか YouTube とかで検索しなくても、そもそも Google で SNS を探そうと思ってるんだったら、シャープをつければ、YouTube どころか、ね、LINE どころか、全部の、あの、Instagram だろうが、TikTok だろうが、YouTube だろうが、全部。 つけければままあ、検索と言いますけどこれができるので、インスタグラムで検索したところで、インスタで終わったら今度 X やるとか LINE でやっていけないんだけど、これやんなくても全部まとめて検索できるなら、これがいいでしょっていう対策を立ててきたんですね。なので、このハッシュタグ検索に自分のお店が出るような対策をするっていうのは、やらなきゃいけない。これはあの、SNS の対策になるので、次回になりますけどで、今日はこっちのね、キーワード検索の方になります。まあ、ちなみに、インスタグラムも、ハッシュタグをつける場合とつけない場合で、検索結果が違うって っててのは皆さんご存知ですすかねこれもも過去何回も話をしてますけど今までは、ハッシュタグ検索っていうのが当たり前だったんだけど、今皆さんが普通に検索すると、ハッシュタグ検索でなくて、キーワード検索結果が出るようになってますから、こっち側で自分がたくさん見つかるような状態になっていても、左側の方で、ハッシュタグつけない状態で見つけられるようになってないと、あの、お客さんが増えないっていうことですね、になっています。そうは言っても、この Google でわざわざ、シャープをつけて検索する人はいるんかって話なんですね。そういう文化というか、習慣はまだ根付いてないですよね。 にシャープ付けないで検索しちゃうとこののハッシュタグの検索結果って表示されないじゃんんって話なんですねということで、Google はさらに対策を立てましたえ。どうしたかというと、こちらです。Google の検索結果に、シャープ何々を含む投稿っていうのを出すようにしました。なので、普通に Google でえ、ウェブサイトを探そうと思ったんだけど、下の方に行くと、青枠で、シャープ何々を含む投稿ってなるので、ここに Twitter とか Facebook とか Instagram とか YouTube とか TikTok とか LINE とかがずらずら並ぶんですね。で、ここで、あ、そうだ、SNS の投稿、 検索で探したいなと思ったら、このシャープのとこをしたら、ハッシュタグの検索結果に飛んで、ハッシュタグの検索結果が出るという風に今変わってます。ちょっとこれね。やってみましょうかえ。検索するとまあ地図出てきますね。で、こういう風に普通なら食べログとかホットペーパーとかこう出てくるわけなんですけど、こうずーっと下下がっていくとあ出なかった。はいえーこ、こういうやつです。この新潟グルメを含む投稿で、これはなんで上越は出なかったかって言うと、シャープ新潟グルメに比べてシャープ上越グルメで検索してる人が少ないからです。だから少ないのに。 要は、シャープつけて検索してる人が少ないのに、出したら邪魔なだけだから、だから出さない。ということは、上越の人は SN、SNS で検索する人はかなり少なくて、Google で検索してる人が多いわけだから、もっと Google 対策しなきゃいけないって話なんですね。で、これが都会に行けば行くほど SN、SNS で検索する人が増えてるので、検索結果にシャープ何々が出る割合が多くなります。なんで今、新潟だったら出ましたよねっていうことなんですけど、で、ここのとこで、シャープ新潟グルメ含む投稿って押してもらうと、そうするとこんな感じ。えー、これインスタグラムですね。で、これ X ですね。で、これ TikTok。 これ YouTube ですね。で、これ X です。X ですね。で、これ、あの、これ普通のブログもね、実は出るんですよ、ね。普通のブログでも、実は検索結果に、このシャープの方に出るためにはどうしたらいいかっていうことで、ちょっとこれ、あれなんで、こっちにしましょうか。はい、これ見ますと、これ本文中にシャープって言葉が入っていれば出ます。つけてないで出たね。これはね、かなりレアです。ちょっとこれレアの引っ掛けちゃいましたけど、この本文中にシャープ新潟グルメって言葉が入れとけば、検索対象になります。なので、あの、ぜひ皆さんですね、入れるようにしてください。これはちょっと理由はわかりません。 いまません引っっかかってますねでも普通はこういう SNS の投稿が多いんだけどブログとかホームページこれアメブロですよねアメブロとかでも出ますでこれなんかは多分ついてるんじゃないかなと思うんですけどアメブロはハッシュタグをつける文化が若干あるので多分つけてると思われますけどこ,こ,うこういう感じですねでこういう感じでつけてるから 検索結果に出てくるですね。のでえ、皆さんもですね、あの、普通のブログでも、普通のホームページでも、ハッシュタグをつけた方がいいです。最後にちょろちょろっとですね、つけた方が、こっち側でも拾われるし、普通の Google の検索結果でも拾われるようになりますので、まあ、つけた方がいいです。で特に自分が狙ってるキーワードで、検索結果に、何々、ハッシュタグを含む投稿が出ている場合は、特に、特に。で、これね、あの、本当にすごく、はい、Google の検索結果で Google を見,見ますとですね、そしたら、この Google を含む投稿っていうのは出てますよね。ということは、もし皆さんが SNS とかで、シャープ Google ってつけて投稿すると、ここにね出るか 可能性があるんで、すねでここに出た瞬間に、めちゃくちゃインプレッションがぶわーって上がってですね、あのえ、言うことが起きたりします。ので、普通に、ホームページで検索結果で1ページ目に出るのは、Google なんてキーワードではかなり大変なんだけど、ハッシュタグさえ付けちゃえば、ここに、全員じゃないんですけどね、全員じゃないんですけど、ここに出る可能性があるので、これからは、この SNS で検索する人も大事だけど、圧倒的に検索してる人が多い、Google で検索してるとこから SN、SNS に誘導するっていう流れを、もうちょっと考えた方がいいよってことが、これでもわかるかと思います。というのがですね、これは、えー、実は、 世界で日本だけが導入されていますハッシュタグを含む投稿が検索結果に出てるのはこれ日本だけなんですつまり日本っていうのは他の国に比べてタグルっていう文化が実は進んでるんですよ SNS で検索する人は実は多いんですねだからあの日本への対策としてこれを導入していますで世界はまだまだこんなにね SNS で検索する文化がないので導入してないっていう状態になってますのでそうは言ってたのに今年になってマイナスになったから果たして来年どうなるかっていうことがちょっと注目なんですねでまあ僕のですね推論ですけどなんでマイナス にななっったかっていうことなんですがもちろんそのえ google が対策を立てたっていうことももあるんだけどもう一個理由はですね、多分分散してるんじゃないかなと思います。つまり SN、SNS の数がどんどん増えてますね。えー、ま、もうね、なんか X、X、Facebook、Instagram、ね、YouTube で終わりかなとは、TikTok が出てきたり、どんどん新しい SNS がこう出てくるので、Pinterest で検索する人見れば、別のもので検索する人も、ChatGPT も検索する。だから、どん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 分散してるから、だから、1個あたりで検索する人が少なくなっちゃうので、 マイナスになっていて、いそんなにあっちこっちで検索するの面倒くさいからもう Google で使えばいいんじゃねえって話になって Google が独り勝ちしてるみたいな感じかなと思っています。 なので、まあ、もうちょっと来年ぐらい様子見なきゃいけないんだけど、果たして来年また SNS が減るようなことがあると、いよいよまた Google がまあ V 字回復してですね、もう一回 Google が強い時代が来ると思われますので、今日話する SEO 対策はぜひ勉強しといてほしいなと思います。はい。そして次にお話し,したいのは、これも結構大事なんですけど、これついこの間から始まったんですが、えー、皆さんの顔面でももしかしたらもう対応してると思います。これは Google の検索タブにショート動画タブが追加されましたということで なんですね、じゃあ、ちょっとこれやってみたいと思うんですけど、例えば、かき氷とかって検索すると、えー、っと、僕のアカウント出なくなった。こ、こ,こ、ここのとこにですね、ショート動画っていうタブがつかなみんなに説明ができないじゃんあ、そう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 。これ、あ、ごめんなさい。スマホしか出ないんでした。PC は出ないです。スマホでやっていますね。皆さん、スマホで Google を出してください。びっくりした。はい、これで、スマホでかき氷って検索しますね。はい、そうすると、この上のとこですね。<laughs> あれスマホでも出ない。 スマホでも出ねえじゃん。出ました皆さん。これで出なかったらまた僕元に戻されちゃいます。これまテストなんで、あ、これです。ショート動画ってやったらショート動画っていうの今出てると思うんですけどこ、これです。で、ここでショート動画って検索してる人にショート動画っていうタブがあるんだけど、そしたら当然当たり前だけどショート動画出てくるんですが、ここのとこには YouTube、そして、えー、TikTok、Facebook、Instagram ですね。えー、あといろんなものですね。 が出てきます。す、まあ、こ,この辺ですかね。あとブームも出てきますね。ということで、ここのところで、ショート動画を探すっていう人が増えてきたので、普通の横長の動画とは別で、ショート動画だけを探すっていうメニューを作るようになりました。そうすると、いちいち、YouTube でショート動画検索したり、TikTok でショート動画検索しなくても、ここでやれば全部横断で検索できるから便利じゃんって話ですね。だから、こういうニーズが増えてるってことは、もちろんそれぞれの SNS で検索している人も増えているんだけど、でも、あの大元が対策を 始めるとそ,のそれぞれぞで検索するるる人がが増えなくなく可能性があるというです、ねまあ、戦いいをしてるわけですね。ということで、あの、ショート動画が皆さんも検索しやすくなりましたので、ぜひですね、えー、ショート動画でどういうの投稿したらいいかなっていう時に、えー、逆にこれが使えたりしますので、えー、Google で検索してですね、えー、他の人の投稿を参考にしてみてくださいという話ですね。えー、今まではですね、この一番左側の表示、これはね、出てたんです。これスマホで出てたんですけど、一応見ましょうか。えー、っと、もう一回ちょっとかき氷やってますね。かき氷 で、ままたた出ななかったらショックだなはいかき氷で検検索しますとと結果のとこにこれれ写真が出たりすするじゃないですかでこれはかかこはき氷含む投のとこに、出ない。出ないか。出ないか。これ、これです、これです、これ。このショート動画っていう、まあ、これを枠って言うんですけど、枠がこうやって出てるのは、今までもあったんですね。こうずっと見ていくと、もうこれ8枚か10ショート動画を探せるんだけど、これ以上探すことができなかったんですね。それが上に、ショート動画のタブが出ればですね、探せるでしょって話なんです。あ、ショート動画あったよ、ほら。さっきなかった気がしたけど、これ、これ。このショート動画ってのを押してもらうと、 あの、発行どころかですね、これ無限に出てきます。これ無限に出てくるので、ショート動画でどういうものがいいかってことをね、えー、調べるのに便利なので、自分のアカウントが対応してる方はですね、ぜひ参考にしてみてくださいということです。ということで、ここまでがちょっとですね、あの、最新のちょっとニュースということでお話ししたんですけど、で、こっからです。こっからが今日のあの、大事な SEO 対策の話を少ししたいと思うんですけど、まず、まあ、これあの、過去何回も皆さんこのスライド見たよって言うかもしれませんけど、これすごい大事で、検索って何かっていうと、まあ、人間が 頭の中で考えていることがあって、頭の中で考えていることでモヤモヤしてると気持ち悪いからそうだ。検索しようと思ってヤフオクを開いたり、google 開いたりビング開いたり、何かを開いたりとかするとだから、ここんとこで何を開くかっていうことがまあ、1つ目のですね。大きいハードルですね。今まであれば yahoo を開こうと思ってたんだけど、yahoo！! 開く人が減って google が増えたと。今までは google 開いてたのに tiktok 開いたり、インスタ開いて結局検索する。amazon 開いて検索する。楽天開いて検索する。カ格も開いて検索するで、数も開いて検索する。 結局、何かにいって検索する。つまり、すべてが検索エンジンになったわけですね。で、検索結果が出てきます。で、検索結果が出てくると、自分が今検索しようと思った理由の答えが検索結果に出ているものを探します。これ重要なのは皆さん勘違いしてると多いんだけど、お客さんが探しているものがある、困っていることがあった場合に、困っていることの答えをホームページに書きましょうっていうふうにみんな思うんだけど、 これ間違いです。ホームページじゃなくて、検索結果に書かなきゃいけないですね。検索結果、つまり検索結果には、自分ちのお店のタイトルと、タイトルの下に数行だけ文字が出てるとかありますよね。あっこに答えがないと、そもそも押そうって思わないじゃんって話ですね。これ上から全部押していかないですよね、皆さんね。っていうことは、ここの先にいくらいい答え書いてても、ここのとこにこの先に答えがあるよ、みたいなことが書いてないと、押さないから。ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、セミナーの教材を買って勉強しましょう。人には言えない 生成 AI を活用した SEO 対策。生成 AI を活用した検査検事集客と SNS 反則の4部作の今回は3回目になります。画期的な SEO で成功しているサイト分析法。生成 AI で検査キーワードからブログを作成する方法。生成 AI でブログから YouTube のサムネイルを作成する方法。生成 AI で YouTube のチャプターや要約を作成する方法。生成 AI で YouTube からブログ記事を作成する方法。YouTube で SEO 対策に強いブログ記事を生成する方法。生成 AI で会社のホームページやランディングページを生成する方法。セミナーのレジュメ80ページを PDF で差し上げます。セミナーの音声3時間9分。セミナーの音源3時間9分。スカイプ相談1時間。ズームでも結構です。5000円で販売いたします。わからないことがあれば教材を視聴した後、ぜひ質問してください。えー、何でもお答えしたいと思いますので、 よろしくお願いします。